お便りレコード洋介さんでございます。今日はですね、テンポ音響のお話ですね。ここはですね、愛知県名古屋市の栄の某所のですね、会員制高級クラブということでございます。もう雰囲気がもう今日ちょうどね、12月25日クリスマスということなんですけど、まあクリスマス、工事というふうで、非常に楽しくですね、工事の方させていただきました。大きなですね、坊主のもうめっちゃ何十年前のですね、坊主のやつがドカーンってついてたんですけど、それを外してですね、エクリプスの307マーク3じゃーんっていう感じで入りました。はい。で、こっちにもですね、はい、入っております。そして4発ですね、あっちにも感じで、はい、入ってますね。ウーハーがですね、JBL のウーハーがですね、この下にですね、はい、あります。はい、まあ、設置の方させていただいたんですけど、MCR612 というマランツのアンプ付き、CD プレイヤー付き、ネットワークプレイヤー付きっていう、やつでっていう風で、でこの前オタイオーディオの動画でもやったんですけど、エクリプスの307マーク3がもうめちゃくちゃ傑作ですね。ちょっとこれはね、聞かないと分かんないかもしれないんですけど、はい、非常に小ぶりながらですね、音の分離も非常にいいし、あと低域ですね、お客様もおっしゃられてたんですけど、低域がこれだけでも本当に意外と出るなという感じで、なんかジャズのね曲とか流してて、でウッドベースのソロとかもあったんですけど、もうこれだけでももう全然いいなというふうに思いました。であとはまあ JBL のねウーファーなんですけど、まあ、そちらを追加してですね、さらにやったところもうなんかサウンドバーみたいな感じで、かなりハイクオリティな、サウンドが実現できたんじゃないかなというふうに思っております。おたいレコードではですね、テンポ音響の方もやってます。ちょっとね、施工に関しては本当は受けてないんですけど、仲いい人とかどうしてもっていう人とかはご相談いただければ、まあやっぱり内装屋さんの施工と音響屋さんの施工ってやっぱりちょっと違ったりとかするんで、まあ音重視っていう人はね、まあ、ぜひ相談していただければなというふうに思っております。まあ実は結構店舗音響やってて、まあ今も4件ぐらい話あるんですけどね、はい、まあありがたい、限りでございますが、もうすぐもう2021年ですか、もう終わっちゃいますけど、皆さん今年はいかがでしたでしょうか。はい、まあ今年はねコロナで結構大変だったと思うんですけど、来年結構いい年にできたらいいなというふうに思っております。はい、ということで、2021年、クリスマスの夜にですねお送りしました、洋介カニでした。お疲れ様でした。